勉強します。ている。冒険家？お前たちがか。ここから先はエリア E、 救急以上のライセンスランクを持たぬこと。何かあったのですか？危険な場所には見えませんけれど。この国はバルラはある男の手によってむちゃくちゃに荒らされてしまったんだ。町中は今では魔獣だらけさ。正直王国騎士団ですが、腕に自信がないのなら早々に立ち去った方がいい。Thank you.
かなくちゃ。任せたからな。腕が鳴るにゃ。
見てんじゃねえ。私のこと好きでしょ。脅かさないでください。さあ行けてるだろ。行きましょう。元気？行かなくちゃ。
兵士。勝負、頑張れ、私。私してました？シャーニャニャニャーン。そうよね、キャトラちゃん。そうね、へへん。キャトラちゃん、また気を使わせちゃって。はい、転職したから。で、
その後のこと、今のお仕事をしっかりするためにも、前のお仕事も最後。はい、ありがとうございます。では行ってきます。それで？あります、あそこしかないと思います。オッケー、シャトラちゃん、さあ行け行け。はい、おや、冒険家の方かな。ここはちょまし。ソウルさん、その格好は。おや、冒険家の方かな。ここは手遅れだった。おや、冒険家の方かな。ここはチョマ神殿だよ。どうしたんですか。もっと声に。ここ。おや、冒険家の方かな。ここはチョマ神殿だよ。それな、チョマチョマチョンは。チョマチョマチョンは。おや、冒険家の方かな。あら、間違えた。ぬぐ、やりますな。さすがモスクラ。ソアラさん。こんなところで。私は農民になったんす。残りの人生、ここで、やってきた人に神殿の名前を告げに告げまくるっちゃ。何その人生目標。一生棒に振る気ですか、ソーラさん。なぜ棒に振れると。そんな人生の中にこそ、幸せがあるかもしれないではないですか。自分がやったことのない職業のことを悪く言うのは。それはそうですが、農民ってそういうことじゃないでしょ。神殿の名前告げてないで畑を。私がやりたい農民はそのタイプじゃないのです。なんなら。やめてください。というかソーラさん、勇者は。この世界を照らす勇者になるんじゃなかったんですか。に落ちましたね。意味がわかりませんけど。もしも私が真の勇者であったらば、転職できないのが相場。はあ？ならば転職できてしまった私は勇者ではない。ないな。何を言っているんですか。どこの世界の何の相場です。聞いたこと。どこかの誰かが言わなくても、なぜだかみんなが知っている。それが。だから落ち着いてください。この神殿で大神官代理をしております、賢者のファナと申します。はじめまして、オスカロルです。はい、ここチョマ神殿はもともとはちょっと、それが縮まってチョマ神殿と呼ばれ。どうして今その情報を。すいません、別にこれが言いたかったわけではなくてですね、何でもいいから話しかけようとして、それで、話題ができたと思って、つい口をついてしま、はぁ、ソーラさんの保護者の方。ソーラさんを勇者として送り出した時に、ああ、なるほど。それで、もしかして、ソーラさん、ご迷惑をおかけして、じゃないんですが、どうして転職なんかしたいんだろうと。と言いますと。ソーラさん十分強いですし、勇者としての素質あるなぁと思った。私は農民になるんだぞ、と聞かなくって。理由を尋ねましても要領を得ず、農民になったらなったで毎日どこかで修行を積んできたようで。修行を。だんだん弱く。ええー、別にそ
そんな必要ないんですが。本人、何をしてるんですか？すいません。ああ、いえ。アナさんのせいじゃありませんよ。私もこのケース、あまりに不可解だったもので、誰かに相談したかったんです。大事。そんなに謝らないでください。私は、ほっとしましたよ。同じように感じている方がいてくれて。そうですか。よかったです。それで、他力本願で恐縮なのですが、農民にしといてなんですが、あの子は、かといって、私、相談に乗ることはできますが、考え方を変えさせるほどのしっかりとした軸はなくって。そんな、ご謙遜を。そんなに若くして賢者になり、大神官代理までなさっているのに。なったの、つい最近でして。あ、そうなんですね。一つだけ思いついた方法が、それは、ある人物に再教育を依頼するんです。ある人物とは？ある島で勇者の鬼教官と恐れられていた魔王です。なるほど。その方にソアラさんを鍛え直してもらうんです。その方は今確かこの島の私あれ確か賢者って詳しそうな人に尋ねてみましょう。そうですね。賢者って勝負、頑張れ、私。かっ、怖かった。
の野郎、二度と来んじゃねえって言っただろうが、慈善事業じゃねえんだよ。酒が飲みたきゃ。なんでケチな店だぜ。このカルロス様が飲んでやろうって言ってんのに、あてめえ証拠りもなく、おめえに顔を洗って出直してきおれ。なんだどこの野郎、この俺様を誰だと思って。勇者の鬼教官、いつの時代の話だ。今じゃただの貴様、この店消し済みにしてやる。おお、やってみろやってみろ。島民と冒険家ギルド全部を敵に回した。おい冗談。ああ、いいから飲ませてくれよ。うるせえ、目障りだ。とっとと消えろ、薬病神が。なんだってんだよ、どいつもこいつも。お、こりゃついたら。あ、うめえ、うめえ。まさか。おお。人違いよね。おお。どこかで見た顔だと思ったら、デパ。覚えてんだろ、カルロスだよ。こんなとこで会うなんてな。最近どうだ、聞かせてくれよ。おその辺の飲み屋で一杯やりながらよ。酔っているんですか。酔ってね、酔ってねえよ。さあほら、そぶ。いや、多分ダメだ。あ、何がダメだ。俺にもういいです。何がいいってんだよ。もういいです。見つけたぜカルロス。おっと、こりゃリトルゴカサカサ逃げ回りやがって。てめえが借りた金、今日こそ返してもらうぜ。もちろんですとも。これから返しに行こうとしてたわけでね。調子のいいこと言いやがって。じゃあ金を出してみろよ。いやいや、今からね、人に会って受け取ろうとしてたもんでね。嘘つけこの野郎。ちょっと待ちなって。嘘じゃねえんだ。うるせえ。やっぱりもんなしかよ。どうしようもねえな、てめえは。お、違うんだ。ほら、ばっか吹いてんじゃねえぞ。兄貴、どうしますこいつは。柄を確保してもいいが、まだいいか。日雇いでも何でもいい。次に会うまでにせめて利息じゃなきゃ、今度こそてめえの命はねえからな。そうか、働けるもんなら働いてるっつんだよ。当てが外れたみたい。だけどよ、もういねえんだよ。お、俺には勇者を育てることしかできやしねえ。ねえだよ、もういねえって。勇者をおじゃどる、俺をその気にさせてくれる。せめてどこがり、ノジャノールの10分の1、いや20分の1でも素質のある勇者がいれば、俺の全てをかけて伝説の勇者にしてやるのによ。カルロスさん。なんだよ、まだいたのか。見てたろ、
俺のことは一人今はまだ未熟ですが、いつの日か全ての勇そ、本当か？というわけで、今後はウォーリアーの技を伸ばしたく転職を願いたいのですが。認めましょう、あなたの転職を。ありがとうございます。はあ、次は我の転職。はい。我は敬愛する兄者、そして姉者に近づくべく。はあ、私ちょっと前まで毎日偶然大神官様と会って話が弾んで、でも私全然賢者じゃないんだよね。知識の量とか全然ないし、頭の良さとかどこの下からだよって話だけど、とにかくそこんな私に他の人の転職を認めて祝福する資格なんてあるのかな。止まれ。そういった経緯で我は転職をお願い。賢者殿。ああ、はい、すいません。それで希望する、うん、ダンサーでいかがだろうか。ダンサー、つまりあなた。さようでござる。わかりました。おお、ありがたい。何やら。はい、これまでの自分を忘れずに新たな分野に挑戦してみて。よい。私ですね。はい、どうぞ。だけど代理とはいえ、今は私が頑張らなくちゃ。私にはそれでも精一杯。心得た。それほどの問題児ならば俺以外に敵人はいなかろう。この白人の魔王カルロス・エルグランド、よろしくお願いします。さっきまでとはまるで別人。カルロスさんならきっと。人生の遅れを取り戻しますぞ。はっ、ぬっ、いやー、そんな。
頑張れ、私。
うれ！うれ！大丈夫、頑張れ、私。
어여?
矛先を変え、笑い声に決まってろうが、わーわごまかしたとは。お二人はお知り合いな、いや初対面だと思う。この娘と俺は、はあ、私はカルロス・エルグランド魔王です。え、どうして魔王が旅立ちの海あたりではそういうふショックタックですが、日常生活ではあまり言う機会もなく、ここぞとばかりに使ってみます。勇者ソアラよ、何時勇者として世界を…なんですな、急に話して…答えよ、前提からして成立しておまへんがな。少子、勇者とは、職業を示す言葉にあらず、称号だ。すると、何がどうなって少子なわけで。剣士だから勇者ではない、槍使いだって魔法使いだってであればこそ、転職したからと勇者から逃れられると思ったのなら甘いわ。なんか覚悟を決めろ、勇者ソアラよ。この俺がお前のことを一から なぜそんなおせっかいよ。それが俺の仕事だからだ、働くことが喜びだからだ。むくく、魔王って人種はみんな勤勉なんすかね。さあ準備をしろ。ぬ、せっかく下げたのに。なんでしょう、勇者が称号というの初めて。おきであればよかったですが、さすがに。は、いえ、あれです、ただなんとなく。なんてことだ。もしかして本当にこぼれちゃおらん。お二人なんかお褒めに預かる。かっこいいよっけー。はあ、き幸いここはちょまし。ソアラよ、ブルジョワバキエイハン。なんだそれは、かっこよくない。ダメ、そ転職に選択さっき希望。適当にいろんな職業になって、そいつはシンプルガッテンガッテン。その度に、はい、おどんな冒険が待ってるのかな。ナオエ、お仕事開始でござる。さっさと終わらせる。
うらっ。今は何のお礼もできませんが、ですからどうか。そんなお礼なんていらないわよ。ちょね、ありがとう。行こう。
忙しいんだけど。早く暴れてね。
行こう。頼んだ。ついてこい。ハイキバット。神社の総本社にお参りに来たのに。ああ！俺の祭りはどこ行った？どうしたんだよ。初詣って祭りみたいなもんだろ。人がいないんじゃこのまま廃れちまうだろ。わかる。わかってくれるか。で、お前誰だ？俺の名はビシャス。おなごの晴れ着を見るため徹夜で打とうとに来た。さっ、晴れ着は祭りの衣装として大事だよな。ああ、だが誰もいない。おなごどころか、実はさすがに少し寂しかった。わかるぜ。こんな祭りを寂しすぎる。どんと来い。みこし、どこ行った？細かいこと気にすんな。わっしゃい、わっしょい、わっしゃい。ビシャスさんが知らない人と変な踊りを。声をかけた方がいいのかな。わっしゃい、わっしょい。本当に何してるんだろう。こんにちは。あなたも初詣に来たのかな。はい、そうですけど、その、私は月見って言うんだ。はい、エマです。エマさんが来た時からこんなに人がいっぱい。はい、その、私が。それは違うんじゃないかな。でも困ったね。お団子ですか。そうだよ、実家が。ありがとうございます。どういたしまして。月見じゃねえか。アマタくん、明けましておめでとう。エマと見知らぬおなごが。あの、ビシャスさん。Yes, Happy New Year。
それにしてもどうしちゃったんだ。俺にもわかんねえ。せっかく朝一で来たのに。でも関係ねえ。俺たちだけで。おい、落ち着け天田。俺たちだけで騒いでもいいわ。さっきのノリはどこ行った。え、さっきのノリ。うっしゃー、わっしゃーい。あのね、キャトラちゃん、明けましておめでとう。いないみたいなんだ。神社の境内や。何やつ。どうした。いや、お前実は。や、待て、さすがにお前には言われたくないぞ。波長合うの自分だけやな。寝不足か。ちゃうちゃう、これは寝話や。ああ、しこたまぶんな。いや違う、エマのことじゃない。うん、だから本当に感じる。ごちそう。ここまでビビらす。自分、暴飲暴食の魔人ガブリーや。暴飲暴食の魔人。なんや、知らんのかいな。わしらイノシ。ああ、あかん、めまいしてきた。わしもあかんかもしれん。その声、お前が。せやな。でもそんなんもうええやん。新年早々テンションだだ下がりや。帰ってか。そら現象やで。ほら見てみ、魔人がわしんてし。はい、スイカのおだん、いただきがぶりんちょます。イノシシやのにチキンレースしとる気分やで、ほんま。なんとなく雰囲気が精霊っぽい。もしかして。知っとるで。そや、そんな話で兄ちゃんに声かけたんや。何があったんや。初夢や。初夢神社の初夢どもが悪さしとんねん。わしはイノシシの精霊、イノシシンや。この島のイノシ神社で祀られとる偉い存在なんやで。そんなことないよ。リンツ島にもイノシ神社の分社があるほどなんだから。
私も毎年お参りに行ってるし。せやったんか。ほな、エマハンはわしの牛子やな。本社へのお参りは今回が初めてですけどね。ほな、エマハンもわかるやろ。初詣っちゅうたらお賽銭なのに、参拝客がなんでや思て調べたら、みんな眠ったまま起きへん。あかん。知人に調べてもらったら、なんや初夢どもが悪さして欠陥ねん。初夢だ。初夢神社の精霊やな。富士に高に那須、それ連中が島のもん初夢の中に縛り付けとんねん。このままやとみんな永遠はまずいね。せっかくの祭りなのに。そいつ、ほんでな、わし連中しばきに夢の世界行こうもとんねん。手伝ってくれへんか。俺も祭りを盛り上げたい。行く。私も手伝うよ。夢のお世話になってる精霊様がお困りなら任せ。私もよければ力を貸すよ。イノシシは大好物。ずるい。その手のことに来い。Thank you.
Thank you.
リアルショータイだね。腰を揉みなさい。お待たせ。